よっ、ん？ボドちゃん？なんでボドちゃんまた指名手配されてんの？だからいつも変な感じなの。おい、ローレンがアジトの場所探ってたぞ。え、どういうこと？俺にギャング入ってないって嘘ついて、俺のアジトらのアジトまで連れて行こうとしてたぞ。ちょっとそれはやってらんないね。まあまあでも大丈夫、バレてないから。ナイスナイスナイス、いいんじゃない、ナイス。しまじで、くっそ腹減ったから、一旦これ終わったら飯食ってこよ。芝春カスタマーに何分あるんだ。飯食う時間ありますか僕。おい、今クズハにさらわれてるわ。一緒や。おい、クズハにさらわれてる今。どんな状況？みかじめ取った瞬間外出て、うん、斧でぶん殴られた。カバー一応向かうけど間に合うかな。あれだよね、ガソスタの近くよね確か。今33走ってるわ今。争う気なんてねえんだよこっちは。鼻からガキじゃあるめえし。怖もう俺のテリトリーだよ、お前らが寝てる間にな。この辺じゃないのかこれ。もう一回言って、番号もう一回言って。1034。おい、武器持ってこい。任せろ任せろ。武器持ってこい、武器任せろ。武器持ってこい、絶対射殺しろ、射殺。戦争じゃー、今向かう。1034向かってます。あと1分ぐらいで服。クズは待って、クズは待ってくれ。変わったんだよ。え、射殺しろ。やべ、下手くそ。この野郎、最悪リロードしてた。こいつリロード忘れてたはずなのに。こんなド素人が援軍に来たわ。くそ、最悪や。おい、スタンリー、リロードしてから来い。スタさん、リロードしてから来た方がいいぞ、マジで気をつけろ。やらねえわ、お前。クソが、斧っていうか、杖、ツーパンかよ。木こりだからさ、俺。木こり杖。ナイス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 やばいよそれは。これどうする、どうするこれ、こいつどうする。救急隊いるわ。お、警察呼んでくる、警察。100342。おい、ふざけんなふざけんな。爆速で呼べ、爆速で呼べ。お前も人二人殺してんだろ。いや、正当防衛だろ、引かれたんだから。血痕が残ってんだよそこに。おい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 、やばい、これどっちもしょっぴかれちまう。俺指名手配されてるからやばいぞ。うわ、ほんまや。モノカとか指名手配だからよ。ちょっと助けてください、俺のこと。 あいつこいつ助けなくていいです。あいつが、あいつ今襲われて車で引かれたんすよ。こいつ助けなくていいです。スラッシュキャリー、まあ、じゃあガチの構想が起きた。なんすか、なんでだよ、なんでだよ。てめえら逃げんなよ。カニピンもついでに捕まってる。稼ぎ時、稼ぎ時。まあこいつは直さなくていい。ちょ、クズさん置いて、置いてけ。お前、おい、オッケー、お前、オッケー。やめだ。あば。ほら、オッケーって言ったじゃん。オッケー、オッケー。オッケーな。おい、クズさん下ろせ。ざけんなマジで。なんか、なんですか、なんですか。何もしないです、何もしないですよ。そう、クズハにめっちゃ巻き込まれた。釈放しろ。おい、音だ、釈放しろ。おい、なんで浮くんだよ。何も、釈迦で撃たれただけなんだ。誰か。ちょっと見ますね。撃たれただけなんだ。通り姿だけなんだ、ここに。最悪や、もうどこもかしこも。地獄。何があったの？なんか、ボドちゃんがさらわれて、クズハに。助けに来てくれって言われたから、助けに来たら、殺された。あ、しばらく殺された方なの？僕、殺された方やね。あー。ただ、まあまあ、ちょっと、銃刀法違反はしてる可能性はあるね。まあ、一旦、ちょっと探るか。まあ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 。探らせてもらいますよ。
まあまあまあいいでしょう。この状況はさすがに言い逃れしないですね。僕もよかったんで、なずきでまさぐるのが、いや勘弁してください普通に。よかったじゃん。おい今銀行すんのマジかよ。今銀行って、今銀行すんのだるいって。ちょっと先ご送してもらっていいですか。僕ちょっとこの後柴原カスタマーってちょっとすいません、あのこっちの人生の話じゃなくて本当に恐縮なんですけど、もう一つの人生がちょっと柴原カスタマーありまして、本当に恐縮なんですけど、はい、すいませんね、お手数おかけします。もうこれずっと柴原くんいたからな、ボドさん。ボドボドボドやばいってエフ、エフラプレイ中、ちょ完全に赤ちゃんです。ボドちゃん完全に赤ちゃんです。バブちゃんどうしたの。ママちょっと終わってる。話って聞かれました誰か。山田っす。ちょっと釈迦さん来たら聞こえた話。すいません、あの9時までに終わらせてくれると。お前文句を言うな。9時までに、すいません、あのもう一個の人生の方で予定がありまして。文句を言うな、バカ誰が。お前なんか本職なんだ。本職というか、ちょっとまあちょっと別件ありまして。渋春こっちの人生で。でも一番最初に行けば。なぜわしの言う通りに行きなんだ。なんだ、な何言ってきたのさ、メスさん。正しく生きろと言っただろうが。正しく生きようとしたんですよ、僕も。あのね、は、は、は、話を聞いてくださいよ、小森秀か。もうこっち、こいつ、ふずは、こいつ、木こりを免罪符に、一生、斧で殴ってくるっすよ。いやいやいや、僕も斧で殺されました。僕も斧で殺されました。これを機に、ふずはが斧持ったら、銃刀法違反、こいつだけ適用してもいいと思いますよ。いや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 。大丈夫ですこれ。それしても多分あのメリケンサックとかに変わるし。チームクズハしかいないんだねこれ。お前やろってね。あのヘシコさんがさっき触れてからだす。手錠して。何も見てないし、不十分だろ。出してくれよ。いやいやいや、っていう